モンかって。ドラえもんだよ、そこ。ホットのサマーがやってまいりました。どこ行くの？キンキンな飲み物に最高の肉。行くの？何、バーベキューってこと？下にテントも用意してます。テント？引きますよ、マジで。下でテント準備してるから。テント？うん。あと付近に川とかあるから、川とか池とかあるから水着持ってきて。一泊二日ってこと？でもちょっとよくわかんないんだけど、まあ、とりあえず、まあ、肉とかもいろいろ用意してくから。行くよ。じゃあとりあえず準備するわ。うん。虫多そうだから虫除けスプレーも持ってっか。虫除けスプレー。やってきました、小樽塩祭り。やってきましたじゃないの。どういうこと？いきなり着替えさせられてまた車の中で。今日キャンプ行くんじゃないの？キャンプなんて一言も言ってないやん。キャンプだと思い込んでたんですけど。思い込んだあなたが悪い。いきなり重装備すぎ。祭りと言ったら浴衣。え、どう？でも可愛い。すごいいいと思う。うん、めっちゃいい。お前めちゃくちゃ孫やんけ。めちゃくちゃ棒読み。めっちゃいい。ふざけんなよ。いやでも来たからには全力で楽しむしかないでしょ。はい、もう決まってます。食べるもの、まずはベビーカステラとイチゴ飴とチョコバナナとフライドポテトと。お前食べ過ぎやろ。だからお前そんな顔丸いんだよ。お前いい加減にせよ。はい、今回はね、ちょっと僕もね、ちょっと浴衣に着替えてきました。どうですか？セクシーすぎない？どこがだよ。ちょっとネイビーの浴衣にちょっと夏らしくヤシの葉っぱ、ヤシの木、天気が出るようにちゃんと下駄も履いてます。画面の向こうのあなた、目がハートになっちゃってますよ。ちょっと吐き気したんでトイレ行ってきます。すいません。行くな、そっち行くな、行くな、置いてくな。歩きにくいね。なんで夏祭り初浴衣姉とやねん。いや、うちも同じセリフ。あ、何食べたい？俺はチョコバナナ食いたい。チョコバナナ一番端だね。無理だね、それね。諦めてください。私はトルネードポテトなんか食べちゃおうかな。お祭りのポテト食べたことない。お祭りのポテト匂い臭めじゃね？絶対言うな。ちょっと臭そうだったらやめるわ。臭そうだったらやめよう。あ、でも、あ、トルネードポテトってああいう感じだ。あのでっかいやつ美味しそうじゃない？あ、いいじゃん。行こう。マジ何味がいい？バター醤油うまそうだし。激辛デビルあるで。ケツ痛なるて。ジアン、それは。はい、バター醤油。はい、めっちゃ美味しそう。じゃあ食いますか。いただきます。でも美味しい。いや、美味しいよね。満足感もあるんだけど、甘さもあるんだよ。なんか、切り方なのかな。すごい甘み感じる。そう、スイートポテトっぽいよね。うん。いただきます。美味しい。これうまいよな。初めてポテト食べたけど、お祭りで。やるやん。すごいね、よく奥まで行けんな、そこまで。窒息すんで。歩けるようになったんです。あー、立派な二足歩行してる。猿いる。猿ちゃう。人間、ヒューメン。すごい、拍手もできるんだ。でも猿ちゃうて。いやー、タイガやるやん。だから猿やて。なに、あのバク転できるようになったの？そう、バク転がで、お前首捻挫するて。昔あったよな、バク転の練習してさ、首捻挫して病院行ったの。夜中救急病院。絶対言うな。母ちゃんに感謝。夜中2時にバク転練習して首捻挫、救急病院。アホか。こんなアホに育てた母ちゃんが悪い。僕はチョコバナナ食べたいんで、チョコバナナ行きましょう。やっぱ猿だな、バナナ好きだね。はい、チョコバナナ一つ。はい、お好きなの一つ選んでいって。一番でかいの選んじゃおう。手間。ありがとうございます。いただきます。お、うまい。食レポして。こんなバナナ甘くてチョコパリパリで美味しくて、程よい酸味があって本当に美味しい。本当にチョコパリパリなん？まあちょっとぬるめ。歯にめっちゃついてるもんな。チョコパリパリなわけないのよ、ねっとりなのよ。最悪、雨降ってきた。やばい。え、本当ですか？写真撮りましょう。撮りましょう。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも見てですか？絶対嘘やん。
証拠見せれるですか。おお、やるやる。さすがです。真ん中の人なんかちょっと嘘っぽいな。ちょっと待ってくださいなんで兄弟だっけ。おお、絶対分かってないやん。はい、フォローします、フォローします。おお、はい、ナイス、ナイス。ありがとうございます。なんとリスナーさんが声かけてくださいました。イエーイって。ありがとうございます。可愛い。可愛い。今 TikTok 見てくれてるの ？YouTube は？見てる。ありがとう。ありがとう。写真撮りましょう。急遽めちゃくちゃ雨降ってきて。最悪なんだけど、ベビーカステラはどうしても食べたいのでベビーカステラ買いに行きます。10分並んでるからね、うん、どんだけ食いたいね。食べるよ。次の次の次ぐらいだよ。これやっと買いました。いただきます。おー、いや顔いい。並びに並んだね。そう、ベビーカステラいただきます。うわ、もう出来たてほやほや、うん、うん、まっ。顎だったんだけど各関節症や、ね、サクサクの中にふわふわがあった。甘みがすごい。これ全部うちの。似合ってるね、ベビーカステラ。丸いからとか言うなよ。リスナーさんが声かけてくださいました。ありがとうございます。なんで俺たちのリスナーさんいかつい人多いの。イケイケのお兄さん。イケイケ兄さん。いやいやいや、じゃあぜひ写真撮りましょう。取り出そうに しなさい。かわいいレディーたちに。いや危ない危ない。引いてない大丈夫。引いてるよ。ちょっとかわいそうになってきたよ。レディーたちにね、ちょっと声かけていただきました。ありがとうございます。 TikTok とか知ってるの。もう照れちゃって照れちゃって。危ない危ない。ちょっと近づかないでもろて。タイガ、じゃあ写真撮りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、ちょっとね、雨やばいんで、もう見てください、この前髪。13年使ったほうきみたいになってます。今急遽ね、雨がめちゃくちゃ降ってきたので、ちょっと帰ります。ちょっと撤収します。撤収します。はい、やっぱ塩祭りはめちゃくちゃエンジョイできたよね。めっちゃエンジョイできた。チョコバナナもトルネードポテトもベビーカステラもタピオカ食べてない。白飴も全然食べてないもの言ってる。とてもエンジョイできました。はい、連れてきてくれてありがとうなのかどうかは分からないけど、ありがとう。楽しめた。はい、ということで皆さん、まだね、チャンネル登録を済んでない方はチャンネル登録、そして高評価、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということは撤収で。はい、撤収で。また次の動画で。バイバーイ。じゃあタイガーを置いてきます。置いてくな。